日本共産党の井上智です、えー、外交内政課題が山積みの中で、まあ、野党としては臨時国会を求めてまいりました。えー、政府が開かないというもとで、えー、国会議員の4分の1以上、参議院では、6党会派の連盟で、憲法53条に基づいて、えー、招集の要求をしたわけでありますけれども、外交投入に開かれていないということは、極めて遺憾だと言わざるを得ません。 一方で、しかし、この懸案事項についてしっかり国会でたすということは、私ども責務でありますから、平中審査も求めたわけでありますが、臨時国会に代わるものではないということは、重ねて申し上げておきたいと思います。その上で今日はですね、えー、核問題などを中心にお話、えー、質問をしたいと思います、えー。核問題、そして拉致問題など、まあ、包,括的包括的な解決の場は、六角協議のわけでありますが、 2008年の12月を最後に7年間にわたって開かれておりませんそのもとで今もありましたように先週の4日に日米韓の6者会合主席代表者会合がアメリカワシントンで開催をされましたあの岸田大臣は12月1日の会見でこの協議について北朝鮮をめぐるさまざまな情勢について情報交換や意見交換がしっかり行われるだろうとこういう見通しを述べておられましたが 協議の結果はどうだったのか、まず大臣から概要をお聞きしたいと思います。岸田外務大臣あの。ご指摘のように、12月4日、ワシントン DC におきまして、日米韓3カ国のこの6者会合、首席代表による会合、開催されました、そしてその会合の中身、まあ、成果ですが、 会合ではこの最近の各国の取り組みについて情報共有を行いそして今後の北朝鮮政策について意見交換を行いそして日米韓3か国で緊密に連携していくことこれをまず確認いたしましたそして北朝鮮に対する実効的な圧力を維持しそして挑発行為の自制 そして安保理決議、緑者会合共同声明等の誠実かつ完全な実施、これを求め、そして中,中国やロシアとも一層協力しながら、北朝鮮が意味ある対話に応じるよう、さまざまな努力を続けていく、こうしたことの重要性を確認したと報告を受けております。でなお、このの日本側からは、拉致問題の解決にに向けた取り組みについてて、改めて えー、米韓両国から強い理解と支持を得たという会議でありました井上聡君この協議に出席した石金局長にお聞きいたします、まあ、協議の後の局長の会記者団に対する発言でまあ今むね外務大臣がおっしゃったようなことありますが、えー、この北朝鮮が非核化に向けた意味のある対話に応じるよう、まあ、日米韓が協力して いくことを確認したというふうに述べられております。あの具体的にですね、この協議では、えー、今後の対北朝鮮政策にどういう,ような意見が交わされたのか、このアメリカ側、韓国側からはどのような認識が示されたんでしょうか。石金局長。 あの概要につきましては、今、大臣からご答弁差し上げたところに尽きるかと存じますが、私ども3者の間では、ですね会合の意見交換を通じまして、やはり対話と圧力、そして圧力につきましては、さまざまな制裁の実効的な実施、それから不拡散体制の確保、そういうことが重要であろうと、それから対話については、今、委員からもございましたように、 非核化に向けた意味のある対話がなくてはならない単なる対話,の対話のための対話ではなくて意味のある対話を行うこういうことが重要であろうということが確認されましたそして北朝鮮がそうした非核化に向けた真剣な意思や具体的行動を示してくることがこれが重要でそうした北朝鮮側の具体的な行動を 引き出すために日米間で一体何ができるだろうかというようなことをいろいろなことで形で話し合いをさせていただいたこういうことでございますそれ以上の詳細については控えていと存じます井上聡君先ほどの概要でもありましたがこの会合では中国やロシアとの一層協力するとことも確認をしたとのことでありますこれはあの5月に行われたあの日米間のやはり協議でも 中国、ロシアを含む5者の団結について確認されたとされております、まあ、一方、ロシア、中国は、あの会合には参加をしていないわけですね、でまあ、両国とは今、外交上のさまざまなあの懸案の課題もあるわけでありますが、この中国、ロシアとは、具体的にどういう,う個別的な協議などが行われ、まあ、その中でどういう対応を両国がしているという認識でしょうか。石川局長 ご指摘のとおりあの、中国、ロシアの役割、非常に重要でございます、中国は国連安保理の常任理事国であり、かつ六者会合の議長国を務めておりまして、北朝鮮に対して引き続き大きな影響力を有しているとこのように考えております、またロシアと北朝鮮の間でも近年、経済あるいは安全保障分野におきまして、政府交換の頻繁な往来が見られます。 こうした観点からあの私どもといたしましては中国やロシアとも一層協力しながら北朝鮮が意味のある対話に応じるよう努力を続けていくことがこれが重要だと思っておりますこのために政府といたしましては類似の機会を捉えて中国、ロシアと意見交換を行ってきております例えば本年9月日露外相会談あるいは本年11月の日中間サミットこういうところでも挑発行動に反対し安保理決議等が遵守されるべきであるということで一致をしておりますまた、年9月には、ロシア あるいは10月には中国の6社会後主席代表との間で意見交換を行いまして、北朝鮮問題について協力をしていくということを確認いたしました、あの今後とも日米、日米韓、この連携をしっかりと維持しながら、中国、ロシアを含む関係国と緊密に連携をしていきたい、このように考えております井上,井上聡君。北朝鮮の核問題に対応していく上えで、何よりも大事なことは、いかにこの問題を対話による解決の レールに乗せることだとだ思います、まあ、先ほど来、この意味のある対話ということが強調されておりますが、まあ、このレールに乗せていくという上で、今の中国、そしてロシアを含む国際社会が一致して、えー、こう実行ある制裁にしていくということが大事だと思うんですね。でその場合、こうした制裁が、まあ、制裁のための制裁ではなくて、この北朝鮮を対話のテープにつけると、この目的をはっきり据えた、 えーえー、こととが大切だと思います、まあ、この点が今、日本が努力を傾注しなければならない問題だと考えますけれども、この点、局長の認識、いかがでしょうか。石金局長 えー、あの北朝鮮によるあの核・ミサイル開発の継続というのは、先ほど来申し上げておりますように、安保理決議、あるいは六者会合、共同声明に明白に違反しております、地域あるいは国際社会の平和と安定、これに安全に対する脅威でありまして、決して容認できません、えー、政府としては引き続き関係国と連携して、北朝鮮に対して挑発行動の自制、安保理決議、六者会合、共同声明、これの誠実なかつ完全な実施を求めていきたいと思っております。で その上で対話と圧力、こうした方針のもと、安保理決議に基づく制裁措置の着実な実施、あるいはその実行化、これを通じまして、北朝鮮に対する実効的な圧力を維持する、それとともに、それとに中国やとロシアととも一層協力をしながら、北朝鮮が諸懸案解決に向けた意味のある対話に応じるよう、さまざまな努力を続けていきたい、このように考えております。 井上聡君、えーまあ、繰り返しますが、このやっぱり対話のテーブルにつけるという目的をしっかり据えるということを、ですね改めて強調をしたいと思いますで。今回の日米間の協議に先立って、9月末に、えー、外相会談が日米間で行われておりますが、その際に、ですね北朝鮮による長距離弾道ミサイル発射や核実験は、明白な安保理決議違反であり、えー、国際社会の断固たる 対応を招くとの認識を共有し、北朝鮮に挑発行為の自制、安保理決議や六者会合、共同声明の遵守を強く求めていくことを確認したと、こうされておりますが、このことは当然、国会の今回の日米韓の協議でも確認をされたということで、えー、よろしいでしょうか。岸田外外務大臣ははいいあののの、まあ、指摘の9月29日の日米間外相会合においては この北朝鮮の核・ミサイル開発への懸念を共有し、そして北朝鮮による長距離弾道ミサイル発射や核実験は明白な安保理決議違反であり、そして北朝鮮に挑発行,為行動の自制。 安保理決議や六者会合共同声明の遵守、これを強く求めていくことを確認しました、そして12月4日の日米韓3カ国の六者会合主席代表会合においても、えー、日米韓で緊密に連携し、北朝鮮に対し挑発行動を自制し、安保理決議や六者会合共同声明等を誠実かつ完全に実施することを求めていくことが重要である、えー、このような確認を行っているところであります。 井上聡君この安保理決議の遵守、北朝鮮に求めていくという確認でありますが、一方ですね、2006年の国連の安保理決議1 7 1 8号はですね、こういうふうに言っております、朝鮮半島の検証可能な非核化を達成し、かつ朝鮮半島および北東アジア地域の平和と安定を維持するため、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦およびアメリカ合衆国によって、 2005年9月19日に採択された共同声明を迅速に実施するために、外交努力を強化し、緊張悪化させる恐れのあるいかなる行動も差し控え、かつ六者会合の早期の再開を促進するというすべての関係国による努力を歓迎し、さらに、えー、奨励すると、まあ、こうなっているわけですね。この、まあ、加盟国、とりわけ北朝鮮を含む六か国協議の当事者に対して、 緊張悪化させる恐れのあるいかなる行動も差し控えるということを明記しておるわけでありますが、これは2009年の1874決議、2013年の2087決議でも同様の点が明記をされております、この点は当然、日米韓3国もしっかり遵守をしていくということが大事だと考えますけれども、いかがでしょうか岸田外務大臣。あの、えー、ご指摘のま一連の反保リ決議ですが、あのー 内容を見ますと共通している点としましてまずはこの北朝鮮が弾道ミサイル計画ならびにすべての核兵器及び既存の核計画を放棄することそして北朝鮮が核実験や弾道ミサイル技術を用いた発射を実,す実施すべきではないこと,こ,のこ,とこうしたことを決定し そしてこれらの箇所は北朝鮮に法的義務を負わせるえこういった内容であると書しておりますえ他方え、これらの安保理決議におけるこの、まあ、いい今ご指摘になられました箇所要はこの北朝鮮にかかる緊張を悪化させる恐れ,の恐れのあるいかなる行動も差し控える国連加盟国の努力を歓迎し奨励しまたその必要性を強調する この部分につきましては、あの今申し上げたようなあの、より緩やかな文言が使われているという内容になっております、いずれにしましても、関係各国はこの決議に盛り込まれた内容に従うべきであると認識をいたします井上聡君あの。表現のことを言われましたが、最後には当然、人種すべきだと、こういうお話でありました。ところがですね あの海外メディアの報道によりますとアメリカ海軍の政府組トップのリチャードソン作戦部長が10月16日にソウルで行った記者会見では、まあ、北朝鮮の脅威に対抗するため日米韓は合同で軍事演習を行う必要があると述べて日米韓の合同軍事演習は北朝鮮に対する抑止力をより強固なものにすると強調しております、まあ、こういう主張はです、ね、この決議の緊張を悪化させる恐れのあるいかなる行動も差し控えるということとは反するものだと考えますがいかがでしょうか。 岸田外務大臣あのまずあの北朝鮮による核・ミサイル開発の,この継続は、この安保理決議、あるいは6者会合の,この共同声明、こうしたものに明白に違反するものであります。にもかかわらず、北朝鮮は繰り返し核実験や弾道ミサイル発射等を実施してきております。これはあの地域及び国際社会にとって えー、この平和,平和と安全に対する脅威であると認識をしています、まあ、それに対しまして、まずはこの外交努力を通じて平和を守ることが重要であり、まあ、政府としてはこの北朝鮮の核・ミサイル問題を平和的に解決すること、これを目指しております。し、まあ、しかし万一ののための備えも 重要であります。日米同盟をさらに強化するとともに、この安全保障分野において日米韓三カ国で緊密に連携していくこと、これは大変重要なことであります。こうしたですね、日米韓三カ国で緊密に連携していくこととですね、これあの、えー、この日米韓韓この安全保障 安全保障分野における、あこの今申し上げたこの日米の、日米韓の安全保障分野における協力と一方でこの安保理決議等に明白にいた違反した北朝鮮の核・ミサイル開発、これはね、同列に論じることは適当ではないと考えます井上聡君、時間なので終わりますが、あの同列うんうんという問題はなくて、えー、やはりこの決議自身は、 すべてのこの加盟国に対し、緊張を悪化させるいかなる行動も差し控えると、こういうふうに述べているわけですね、今、外交努力が何よりも必要だと言われました、その通りだと思いますが、その一方で、こうした軍事的、対軍事の悪循環に陥るということは、ですねこれはやはりこの決議には反するものだというふうに考えまますそのことを強調しまして質問を終わります。